時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週火曜日は僕たち BMK がリモートの生放送でお送りしていきます。今夜の担当は BMK からテーマからピンク色ミカちゃんことミスミカズキとテーマから黄色佐藤匠たくみんです。よろしくお願いします。お願いします。何時からおっしゃったんですか？時刻は午後7時になりました。だからいや、葛藤があったんです。こんばんはから入るか、時刻は午後7時になりましたから入るか悩んだ結果、すごい長めの字になっちゃいました。時刻は午後7時あのマジで急に黒板消し急にやり始めたのかな。これさ、本当に今年の春ぐらいからですよね、 YouTube に、うん、あのアーカイブがね残るようになったんですよ。なりました。恥ずかしいよね。これは残るところ、バッチリ残ります。じゃあ終わりですね。あららら、あの皆さん、あらアーカイブ聞くときだけ最初あの始まったら15秒スキップお願いします。そうだね、それをおすすめします。さあ、こんなね、ミスミ佐藤でお送りしていくんですが、はい、まず僕たち BMK の説明をさせてください。うん、我々 BMK は名古屋を中心に活動するグループでして、はい、今は全日本タワー協議会っていう、うん、協議会のオフィシャルアンバサダーをさせていただいてたり、うん、アニメの主題歌をね歌わせていただいてたりしております。はい、いろいろあるんですけど、うん、一番簡単に BMK を知っていただく方法が、うん、そんな方法があるんですよ。あるんですか？しかも手短に。あら、 BMK の YouTube チャンネルに、うん、3分でわかる BMK っていう動画がアップされているんです ね。こちら BMK で検索していただいたら出てきますんで、うんうん、ぜひこのね、ラジオが終わってから BMK で検索していただいて、うん、あ、なるほど、こんなことも保管してるんだなっていうのもね知っていただけたら嬉しいですし、なんかむしろタイマーにしてもらってもいいよね。なんかのね、3分のタイマー、それこそラーメンとかね、ラーメンをこうお湯やって3分だから BMK を流しつつ、うん、見て勉強しつつラーメンを終わったら食べる。そう、3分って意外とあるようでないですから、うん、だけどないようであるのも3分。そう、あれ意外と手持ちぶさったっていう時に、うん、不思議。え、なんかさ、わかんないんだけどさ、うん、時間感覚が変なのかな。なんかさ、うん、もう無理、この短い時間で無理だよって時に関してか限って持て余すしさ、そう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 、こんだけ時間大丈夫って言ってますよ。めっちゃさ早くすぎるから ね、うん、不思議だよね、時間って。不思議です。じゃあぜひね、3分あった場合は、うん、この動画見ていただきたいですし、はいはい、よろしくお願いします。まあもちろんね、うん、この30分、今からの30分の中で我々の魅力もね、より知っていただけたらなと思うんですが、はい、先日ね、うん、10月31日は昨日か、昨日ですね、うん、ハロウィンだったということで、ハロウィン、我々も週末にハロウィンライブさせていただきましたね。させていただきました。いろいろやったね。いろいろやりました。もうなんかこれでもかっていう、てか多分俺26歳の中で、うん、ハロウィンをしたランキングで言ったら多分20位以内には入ってるかもしれない。だって1日で2回コスプレ仮装してるもんね。し、撮影でまた別のやつをコスプレしてますし、もうたくさんしました。何来たんですか、ちなみに。中国のカンフー、はいはいはい、ダルメシアン、クマ、クマで、タトゥーですね。タトゥーシールを、だからまあ、うん、細かな変化も入れると4形態変わってるわけだ。4形態変わってますよ。そんな26歳多分いないと思いますね。ポケモンでも3形態ですから進化はね超えて4だね。すごいですよ、ね。皆様ね、どんな、ハロウィン過ごしていただいたかも、うん、ぜひ送っていただきたいんですが、うん、他にも今日ねお便り送っていただきたい内容がありまして、はい、今日のメッセージテーマが、うん、あなたは器用不器用、こちらになります。イエーイ。これあの何でもいいです、内容は。その手先が器用か不器用かでもいいし、うん、人付き合いが器用です、うん、不器用ですでもいい、うん、もう生き方でもいい、うん、大雑把にいくと、うん、内容何でも構いませんので、はい、自分が器用だと思ったら器用なもの、ことのね、詳細、例と理由も一緒に送っていただけると嬉しいです。はい。メールはですね、メディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからも送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。はい。そして今日のね、番組告知動画とか、うん、メディアス FM のツイッターにもアップしています。はい、こちらにね、まあ、今後なんですけど、うん、来週のメッセージテーマとかもアップされていくので、うん、ぜひツイッターの方もチェックしていただけたらなと思います。お願いします。それでは、今日も30分間よろしくお願いします。それではまず1曲聴いていただきましょう。 BMK でワイルドジャーニー。
愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアランド834サテライトフラッシュ、毎週火曜日は BMK がお送りしています。今夜の担当は BMK からテーマからピンク色ミス三日月とキーラ佐藤拓三組です。この後午後7時30分までお付き合いください。さあ、ここからは皆さんから送られてきたメッセージ紹介していきたいと思うんですが、改めまして今日のメッセージテーマはあなたは器用不器用なんで、それについてね、メッセージたくさん読んでいきたいと思います。これに関してはね、いろんな人からね、もうバランスよく来てます。器用からも不器用からもいろんなお便り来てるんで、どんどん読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームもちもちペンギンさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は手先なら器用です。つい癖でチョコレートやガムの包み紙で折り鶴を折ってしまうのですが、この前試しに4分の1サイズで折ったら折れちゃって自分でもびっくりしました。2人は手先器用ですか？やば、え、レベル高。ガムのお包み紙で折り鶴を折れるの？だってガムの包み紙、いやでもこれに関しては一回落ち着こうって。もち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 ペンギンがどれぐらいのサイズ感かよ。だってこの人がだって4センチだったらそれでかい風呂敷みたいになるわけ。そういうこともあるで。その可能性を見誤ってる俺たちはない。じゃあ分かっ、氷山の一角やで、はい、今見てるのは。そのパターンも考えて。逆に4センチの恋人さんだったらガムの包み紙大きすぎる。くさぁ、できますか？折り鶴折れますか？折り鶴はその何、やり方さえ教えてくれれば折れるよって感じで。え、俺も全然あのさね、昔さ折り鶴ってさ、なんか折ってさ、俺の役はね、あの女の子から聞いてくださいって言われてさ、女の子が教えんのよ。はいはい、違う、これはこう、どこまでならじゃあ自分で折り紙折れます？折り鶴はもう無理だ。紙飛行機、紙飛行機、紙切り飛行機もギリだったよね、前この前イベントで紙飛行機をさ折らなきゃいけなくて、イベントがあって、紙飛行機ぐらいならなんとなくミスミはね、その折れてた、折れてた昔の記憶でいけるでしょうって思って折ったんだけど、形にはなるんだけど、なるでしょ、なるけど飛ばない。私形にもならない、全然無理だった。タクミってそんな不器用だっけ？なんか驚くほどではあるかな。驚くほどではあるんだ。驚くほどではあるかもしれない。だから基本的にほら、なんかさ、ボールとかさ、ここに入れ、投げ入れるとか、そういうゲームあるじゃん。はいはいはい、ああいうの全くできないからね。ご存知だと思います。ご存知です。はい。もう本当に。それ、ちょっと演技するんじゃないってぐらいできないんです。もう本当に情けないの。本当に演技してないのに。ね、マジで体育の成績、目に見えて1なんだろうなって。そうそう。しかも今日さ、リモートをさ、これつなぎ、リモートの生放送ですか。はいはい、リモートでやるっていう時も俺たち大慌てでやったから、ね、しかもそのリモートで大丈夫ですか、通信大丈夫ですかってやってると、あのもう半分以上、ずっと納得いってない顔ずっとしながらね、俺ね、それずっと心配してたの、ディレクターさんが。不器用なんですよ。もう俺的にはその画面がなんか喋ってる人しか出ない設定だったのよ、でその全部が見える設定にしたいのにそれができなくて、ずっと思いながらずっと納得いってない顔してたからね、そんぐらい不器用です。はい、じゃあ続いて、続きまして、ラジオネームつるこれさ、ありがとうございます。不器用。今日のテーマ、器用不器用ですが、自分がどうなのかよく分からなくなって、ネットでよくある診断テストをしてみました。うん、その結果、肝心なところでは不器用という。かわいそう。肝心なところでは不器用なの。不器用という結果となり、とても納得しました。日常の作業の場面では手芸や料理など運動以外のことは大抵さっとこなすのですが、笑い恨めの恨めし、大事な場面ではうまく人に頼ることができなかったり、プレッシャーに弱かったり、そうして不器用な生き方をしていると思います。お二人は大事な場面に強い方ですか？ミカちゃんは弱いですね。ミカちゃん弱い、圧倒的に。お、緊張するよね。あ、私どっちだと思う？佐藤匠さんは、器用に見せかけての不器用。ああ、よく分かった、ね。あの、なんか、いや、緊張してませんよっていう感じ出すんだけど、しっかり緊張してるタイプです、ね。本当に緊張してないっていうのもあるんだけど。あ、そうなんだ。本当にね、なんか逆に緊張してなさすぎて動揺するときもあるけど、たまにそういうことある。緊張してないふりするときもある。あるよね。あるある。あと、他のメンバーが緊張してると、匠は緊張しないね。だから、ミカちゃん、ありがとう。本当にいつも俺の生贄として。そうだから私がその匠の分まで緊張するからあなただけでも緊張する。そうだね、2人で緊張したら終わりだからね。終わりです、終わりです、その他にも、ね、性格面の人もいますよ。はいはいはい、ラジオネームあさちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。このテーマを見て私の性格は器用かな不器用かなと思い調べてみたところ、この人も調べてるじゃないか。対人関係は器用でしたが、恋愛面だけは不器用な人の特徴に全て当てはまっていました。その中でも異性に甘えること、頼ることができないという項目に大きくうなずきました。基本的
全部自分一人でやろうとするし、助けてと言われても相手は困るだろうなと思うと、甘えることも頼ることもできないです。二人は甘えることができるタイプですか、それとも一人で何とかしようとするタイプですか。はいはいはい。ミカちゃんは一人で何とかしますね。ミカちゃんすごいんだよ。充電がギリギリで俺が充電器貸してあげると、いやいいから借りなくていいからって言うの。いや死ぬでよ充電があって、いやいいから大丈夫、その携帯の充電が切れたごときで騒いじゃいけません。いやいや頼りだよそれは、さすがに死にそうなんだからさ。やっぱね、ここに充電器持ってる人がいる。そうなんでしょう、私もやっぱおそらくですけど、うん、武士の末裔ですから。まあ大体の人がね、わからない、農民の人もいるかもしれないけど、辿ったら基本、うん、まあ武士、ね、大体武士になりますから。なるよね、うん、武士の末裔ですから、そのやっぱ人に本当究極じゃない時以外は頼らないっていう、うん、なんかそうよね、うん、え、なんか例えばちょっとなんかいろんなタレントがいるじゃん、はい、ちょっとしたことですぐにマネージャーさんに報告するタイプの人もいるじゃん、なんか、うん、ちょっとなんかここ怪我しちゃってみたいですみたいなことを言う人もいるしさ、うん、そうじゃない人もいるじゃん、うん、どっちタイプ。私ほぼ連絡しないタイプ。あ、そうなんだ、うん、俺なんかはねちょっとしたことでも言っちゃうタイプ、これがちょっと大変ですみたいなことすぐ言って、だから匠と会話してると、あ、そんな頻度でいろいろ報告してるんだってびっくりする。でさ、やっぱり大人なのよマネージャーさん、じゃさすがにさ仕事だしね、だから大丈夫って一応心配してくれるじゃないですか。それが嬉しいよね。やっぱ生き方が器用ですね。あ、私生き方器用が違います、マネージャーさんの生き方。ありがとうございます、いつも本当に助けていただいてます、はい、本当に、それでは続いて、あのね、女性的な器用不器用の判断で一個面白いのがあったらご紹介しますね。何ですか、何ですか。ラジオネーム丸之助さんです。私は多分器用です。プロの方には叶いませんが、自分でマニキュアをしてグラデーションができたときは天才じゃんと思いました。その他にも桜餅さん、私は不器用、はい、私は不器用の方です。マニキュア塗るときにだいぶはみ出してしまいます。乾いたと思ったらちゃんと乾いてなくて擦れて落ちるとやってしまったとなります。すごくないかな、マニキュア基準なんだね、基準、女子のどうですか、マニキュア。あの丸之助さんは質問で、2人は女の子のネイル好きですかと聞いています。おー、そうだね、けど特典会とか我々やらせていただく機会があるじゃないですか、はいはいはい、そのたまにちらっと手見えた時に、うん、なんかそのシーズンごとに変わってたり、そうそう、ショーウィンドウじゃないんだからさ、そのあるじゃん、ハロウィン仕様になってたりすると、あーってなるよ。え、ちなみに、まあ、これ多分女子気になってると思うんで、ミスミファンが、はい、はいはい、あのネイルが例えばちょっとその桜餅さんみたいにはみ出してる時は気づくんですか、うん、気づかない。おお、これはいいとするのかどうなのか分かりませんけど、ね、ごめんなさい、ちょっとそんな細かいところまで。でもさ、今度俺たちさ、なんかいろいろとイベントもあってさ、うん、手先とかも見たりもするじゃん、はいはいはい、その時にさ、ありがとう、あのねネイルはみ出てたねって言って、キャザイアン絶対やだ、の人も、ね、いやだやだ、それは生き方不器用すぎますね、さすがにね、うん、正直っていうかちょっとダメだよね、うん、だから結構なかなかにみんなはネイルとかも大変らしいですよ。 あとは器用のやつで言うと、あの手先、ラジオネーム今日からさゆらさんです、はいはいはい、ありがとうございます。メッセージテーマですが、手先が器用か不器用かで言っては、昔は器用でした。昔は裁縫や編み物が好きで、服やカバンや人形などを作っていました、うん、ただ当時作ったものを今見るととても今作れる気がしません。たまに何か作ってるときは熱中して時間を忘れてしまいます、うん、BMK のグッズとかリメイクするのも楽しいです。すごいね、うん、でも多分ね、今はね、なんかそこまでのスタートダッシュが切れてないだけで、今も多分潜在的に器用だと思うんです。やったらね、さゆらさんは、うん、ちなみにどう、裁縫の、家庭科の授業あったじゃん、うん、俺は卒業できなかったよ、最後まで。卒業の前までずっとやってた、うん、塗ってた。はい、あ、居残りで高校の。へえ。なんか中学まではさ、うん、優しさでなんとかしてくれたのに、高校になった途端無理でさ、その何、ティッシュ、うん、に、ティッシュケース、あれね、箱を作らなきゃいけなかったんだけど、そこにね、俺がバカだからさ、うん、カモメのマークを刺繍したかった。はあ、ははあ。さあ、それが死ぬほど難しくてよ、うん、それが終わるまで卒業させてくれないんだなと戸惑いながら、みんな全然投稿しないの、高校のラスト、うん、そうだね、そうだね、一人で家庭科室でずっとカモメ作ってた、カモメを塗ってました。へ、ね、それは不器用だね。なんか多分時間で損してる気がする、俺たち不器用の民からすると。どういうこと、時間で。だってさ、みんながさ、例えば
3時間の授業でできることさ、俺たちさ、もう6時間とかかけてやるわけよ、授業。はい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 。そこでさ、なんかその間3時間、残り3時間をさ、うん、他の人たちが自由で遊んでたりするわけよ。そういうところだよな。あの手先も不器用なんだけど、うん、匠の場合は生き方もなんか不器用。そう、なんか基本的に自分で失敗しないと納得しないから、自分で失敗しに行くよな。はいはいはい、なるほどね。よくないよな。ああ。一人で生きていくにはさ、まあいいじゃん、勝手に生きるとか、はい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 。グループだとさ、みんなで一緒にさ、ガチからさ、落ちていく行動だからさ、はい、それが大変だよな。大変だね。特に一緒に落ちてくれるのが三住和樹だもんな。嫌ですね。ありがとうね、本当にいつも。いつも俺と一緒に崖から落ち、俺が間違えたって言って一緒にウィーって落ちていくもんね。今度からハサミ持ってきて、あのいつでもロープ切る準備しよう。他のメンバーなんかうまいこと、なんか器用なんだよ。他のメンバーうまくすっていなくなって、ミスミだけは俺と一緒に。あー、おもろいね。さあ、まあね、圧倒的にちょっと今読んだ感じだと不器用が多いんですが、そうだね、まだまだ間に合いますので、うん、この後も引き続きお便りお待ちしてます、うん、それでは1曲聴いていただきましょう。 BMK でだって今日まで恋煩い。愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ、 BMK のミス三日月と佐藤匠がお送りしてきましたが、そろそろお別れのお時間です。はい、ここで BMK から、お知らせさせていただきたいと思います。はい、先ほどもお伝えしましたけれども、僕たち BMK オフィシャル YouTube チャンネルというものがありまして、3分でわかる BMK という動画がアップされました。はい、こちらはですね、3分で僕たちの魅力がたっぷりわかる動画になっていますので、よかったら皆さん Twitter とかで拡散宣伝、そしてお友達とかに広げるようにもね、皆さん使っていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、そして僕たち BMK 全日本タワー協議会のオフィシャルアンバサダーに就任しました。うん、それを記念して僕たちですね、来年の9月まで、全国タワー制覇ツアーということで、いろんな、僕たちの、ね、アンバサダーをしているタワーに遊びに行くよという企画をやらせていただきます。はい、まだまだ詳細に関してはね、また後ほど出てくると思いますけれども、もしかしたらあなたの近くのタワーに僕たちが遊びに行くかもしれませんので、うん、ぜひお楽しみにしててください。そして僕たち BMK ですね、専用劇場 BM シアターにていろんな定期公演やらせていただいてます。11月はですね、僕はソロライブがあったりとか、はい、僕たち BMK としてもいろいろとライブさせていただきますので、詳しくは BMK のホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは時間の許す限りお便り読んでいきたいと思います。はい、ラジオネーム奈良谷さん、不器用の人です。美香ちゃん、たくみ、こんばんは。私は地図を読むのが本当に苦手で、初めて行く場所は必ずと言っていいほど迷います。カーナビを見ても丸々メートル先の距離感も自分の感覚だとずれているらしく、一つ前の路地を曲がってしまったりして、やっぱり迷います。お二人は地図読めますかということで、私たちは今日は迷いまくりましたね。うん、行きも帰りも迷いました。迷った、うん、佐藤さん、しかも自信満々に違う方向に、はい、私が自信満々に行くので正確なあなたも一緒に迷う。あの三住は、うん、その一人で行動する時以外は割と前の人にただただついていく、何も考えずについていくタイプの人 で、ねうんはい、佐藤さんは、私は理解をしないまままっすぐ歩いていくタイプです。ずん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 なので、やっぱりあなたは私と共にこう一緒に飛び降りる方という認識であってるのかもしれません。今日も多分本来であれば、まあ、あと2分早くつけたところを、はい、だいぶ寄り道してね。そうですね。あとは本当に俺たち真剣に別に遊んでないのに、今日はエレベーターで上下上下たくさんして回数が分かんなくなって、8、7、9、8、7で最終的に10回に戻るっていう謎行為をしてましたね。いや、人生はアドベンチャーということですね。本当に、その他にもですね、うんラジオネームかなたさん、人よりやることに時間がかかる、シンプルだとけど不器用さんだよねこれ、はい、けどこんなに端的に、うん、内容を伝えてくれてる時点であなたは器用なんで、うん、安心してください。うん、すごいよ。でもさ、不器用の比率も高い中で器用も頑張ってます。うん、ラジオネームカレーライスさん、意外とこう見えて器用かなと思います。裁縫もまあうまい、料理もさっさと作れる、工作も得意なので人からあれこれ作ってと言われるタイプ。学生の頃は自分友達の浴衣も手縫いで作ったよ。すごいじゃない。これシーンも作ったことありました。すぐ仲良くなれるのも器用のうちに入るのがバリバリ、あ、オール器用。もうね、器用の鏡です。うん、でもさ、それをさ、ちょっと嫌がらずにやるところもすごいなと。素晴らしい。あとはね、これもあったのよ。ラジオネームミルク牛乳さん、自分が不器用だなと思うことは悔しい時に泣いてしまうことです。何か言われた時に悔しくて涙が出てしまうんですが、悲しんでると勘違いされて、怒ってるわけじゃないよとフォローされることがあり、私も悲しんでるわけじゃないとさらに悔しくて涙が出るのが不器用だなって思います。超わかる。
超わかるよ、マジ魅力住人、マジ同志、家族、信頼、お正月一緒に暮らす。そういう生き方、不器用さんって、うん、可愛らしい、愛らしさがある。いや、嫌なのよ、こっちは全然。当事者からすると、そう言われるのも嫌なの。あ、すみません、嫌しいから。それは魅力住人さん、本当にもう一生懸命生きてるってさ、もうさ、涙出したくないから出さねえぞって思うんだけどさ、出てきて、またその自分の悔しさになるので、ね、さ、わかる、魅力住人、マジ一緒に一回、あの、杯を分かち合いましょう。いや、今日はね、本当に器用と不器用、たくさんいただきました。そうなのね、なんだけどお便りもたくさんね来てたので ねお名前だけでも、紹介しましょうか、紹介していきたいと思います。ラジオネームひまわりさん、もちもちペンギンさん、もちもちさん、さくらさん、ジャジーさん、そして丸之助さん、そしてジンジャーイズナンさん、そしてさくらもちさん、まなちゃんさん、今日からさゆらさん、そしてつるこさん、あさちゃんさん、きょうかさん、まどれーぬさん、マドデイヌさん、トンちゃんさん、バラタニさん、カナダさん、ユカゲンさん、オンプさん、カレーライスさん、マロンさん、ライオンフーさん、などなど、たくさんの方から、はい、もうこれで以上ですよ。ありがとうございます。私がずっとメールくれって言ってたから、たくさん来ていただいたの、ありがとうございます。これからも順調に毎週毎週ください、ね。そうですね。毎週たくさん読めるように、我々も紹介していきたいと思います。はい。で、来週も送っていただきたいんで、はい、来週のメッセージテーマ発表したいと思います。お願いします。来週のメッセージテーマは、うん、で、結局、秋の味覚ナンバーワンって何？こちらでございます。もうね、11月8日、秋も終わるということで、うん、秋の味覚ナンバーワン決めたいと思います。はい、今年一番食べた秋の味覚を教えてください。メールはメディアス FM, FM のホームページにあるメッセージボタンからお願いします。はい、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。そしてこの放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます。メディアス FM YouTube で検索してぜひチェックしてください。それではこの後は再び田中大輔さんのビートアラウンド834でお楽しみください。僕たち BMK とはまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は BMK のミス三日月と佐藤匠でした。最後はこの曲でお別れです。 BMK で光振る。